私より年はずっと上なんですがね、親しい実業家の方なんですよ。でこの方は大変バイタリティもありましてね、少し前まではこのマスコミにも随分ちょくちょくとこの顔を出した方なんですが、縁起を担ぐんですね。で自分の名前も変えたことがあるという人なんですよ。で非常にこの骨董品だとか美術品ということに対してはこの造形が深いっていうんでしょうかね。でたまに見せてくれることもあるんです。で気に入ったものは写真撮ってね、ほらこういうのが手に入ったよってやってくれるんですが、この方はいつの頃だったか中国からのそのお面を手に入れたんですね。このお面が不思議なんですけどね、プラスチックじゃないんですよ。もちろんそんな昔あるわけないですから。で初めは私絵画なんかをこう貼り合わせて作ったのかなと思ったんですが、つるっとしてるんです。焼き物のような感じもするんですが、透明感のあるガラスのような焼き物のような白いお面ですよ。でそのお面の下にこれシルクですよね。で綺麗な青いブルーのそのシルクにこうレースがついてる。で袖のようにまた2つこうレースがついてるんですが、まあ、それは着物のようにも見えるんですけど、壁にかけるんでしょうね。さぞかしこの身分のある方がその昔部屋に飾ったか何かしたんでしょうね。まあ年代もんですよ。相当のこの美術品なんですよね。これ自慢だった。でこの人仕事が忙しいもんですから、自分の家というのは他の県にあるんですよ。神奈川の方にありましたかね、立派な家なんですよ。ところがどうしても仕事が東京で終えない場合には、東京に別にこのマンションをお持ちになって、そこでこう仕事をしたりとか寝泊まりもするんですよね。大体まあ月に一度ぐらいだそうですが、でそのお弁気に入ったんで東京のそのマンションの壁にこう引っ掛けてたんですね。でそれからどのぐらいだったかな、私仕事でもってご一緒したんですね、その方と。でタクシーで一緒にその仕事場へ向かうときに、純ちゃんあのお面のことだけど覚えてるって言うんですよ。すごい綺麗なやつね。いやー参ったよーって言うんですよ。何があったんです。彼が夜遅い仕事になっちゃった、月に一度ぐらいね。でまあ例によって自分のマンションにこう泊まったわけですよ。夜になったらなんだかすごく息苦しいって言うんですよね。だんだん息が荒くなってくる。はあ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 って自分の息で目が開いちゃった。と思ったらもうびっしょり汗かいてる。体を突き抜けてベッドが濡れてるんですね。なんだこれ気持ち悪いなーと思って起き上がって、はっと見上げてみると壁中が真っ赤だったんです、部屋の中。なんだこれって何があったんだ。そうか、もしかすると近くにネオンサインかなんかのでっかい看板ができちゃって、その赤い光が入ってるのかと思ってこう周りを見た。でもそんなものはない。ベッドからゆっくり起き上がって、ちょうど部屋にうっすら電気がついてますから部屋の様子がそのガラスの中に映ってるわけですよね。見たんだけど何にもそういったものがないんで、おかしいなぁ、でも部屋赤いなぁ、なんだろうなぁ、目のせいかなぁと思いながら、うとうとうとと遠くの方で消防自動車のサイレンの音が聞こえたんですね。ああこんな時間にどっかで火事なんだなぁと。明け方ふたたましくこの電話のベルが鳴ったんで慌てて取って、はいって言うと、自分のところの秘書、社長申し訳ない、実は店の一つが昨日出火で、でまあ大したものじゃなかったんだけれども、一応消防署関係の書類その他がありますんで、別に怪我人も何も出ておりませんけれども、そういうんでよろしく一つお願いしますって言うのこと。なんだ火事何時頃だって言ったら、夜中の多分 2,3 時だと思うんですがっていう話だった。え、実はお前それ頃俺サイレンの音聞いてんだよ、それうちの火事かって聞いたら、いや社長いくら夜静かだって言っても距離から考えてそれは考えられないですよね。あそうかな。で来たと。そして1ヶ月になったと。また仕事が遅くまでになったんで彼はそのマンション泊まったわけですよね。夜中になったらすごいもう胸が重いって言うんですね。はあ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 って顔から何か汗びっしりかいてる。うう体もないと目を開けてみると部屋の中が血のように真っ赤だと。うわーなんだこれと。そうだ前にもあったな、一体何なんだろうって。起き上がってって昨日強い人ですからね、窓から外を見たけども赤いようなもん何にもない。部屋の中も確かに赤い。なんでこの部屋の中こんな赤いんだろうと、そう思いながらドーンとベッドの中入った。明け方になるとまたこの電話になってきたんですね。もう眠いもんだから、なんだ電話取って、はい寝るとまた秘書からで、社長誠に急なことなんですが、実は
うちの社員の何の何子が休んでいたんで、同僚が訪ねてみたら部屋で首くくってました。自殺なんです。え、その子っていうのはこの社長さんが何度も何度もこの相談に乗ってあげたんですね。社長この神経をやられている節はあったけども、自殺をするとは思わなかったんで、さすがにショックだったんですね。で、普通だったらこれで嫌なことがあるなと思うんですけど、その人自信があるもんだから、そうか、1回目は確か俺が目を開いて、うちの店は火事だったし、今度はまた目が開いたらうちの従業員が自殺っていうことは、俺はもしかすると予知能力があるのかもしれない。物事こういい方いい方考えちゃうとね、俺にはそういう力があると思ってた。おし、今度はもしも止まって部屋中が赤くなったら何か起こるんだろうけど、俺は一体その赤いものを何なのか確かめてみようとこう思ったったんですよ。また一月ぐらいしまして、仕事が忙しくなっちゃった。いつものようにまたマンション泊まったわけですよね。夜中になるとまた苦しいんですよね。ああ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 本当に真っ赤に、まるでリボンで結んだようにこうブワーッと赤いものがぐる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 回ってる。なんだこれと思った。窓から外を眺めたけども何にもない。窓に行ってじーっと見た。部屋が外に映ってるわけですよね。こっち明かりがついてるから壁が赤い、うん、一箇所特に赤いところから壁の方を見た。よーし、もう一回試そうと思ってもう一回見た。壁の一箇所がやけに真っ赤にブワーッとなってる。あそこだなと思って、ふっと見た。おお、驚いた。自分が買ってきて壁にかけたあの中国のお面、その中国のお面の目から鼻から口からぐわーってばっかり血吹いてる。うえーって社長その間にバタッと倒れちゃった。腰が動かない。ところが見れば床に落ちるはずの血はない。ずっと行きながら顔が白い方ですから手帳めくって、自分の仲のいいその霊能の方をやってる方がいるんで、そこへ電話したんですね。先生、やぶに申し訳ないって。向こうも、え、待ってやな感じになって、え、何、え、実はこういうわけでこうなんだって。それはいかんぞ、それはね、下手をするとあんた命取られるよ。今からすぐ来なさい、私待ってるから、一緒呼んで。いいね、すぐ来るんだよって言われたんで、はい先生、すぐに一緒に出ました。しょうが、何でしょう社長って、何しろ来てくれよと、お湯を話すから何しろ来てくれよと、俺今危ないんだよ何しろ来てくれって。何ですか。やがて師匠がやってきた。実はこういうわけでこういうことがあったって。社長これですか。その時はもうお面は普通のお面だったそうですかね。外してくんねえかって。はい、こわごわとその師匠が面を出した。社長これ随分重いですよね。ああ、で新聞に来るんだよね。社長これ冷たいですよね。ああ、で車に乗って向かってった。やがてその霊能者の家のところまでやってくると、その方がなんと玄関が立ってる。門に明かりもついてる。降りてくと、あーく呼ぶんだそうですよ。先生持ってきましたよ。あ、そうかい、どれだ、これですと。お、受け取って先生がトン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 先入った後から二人がついてると。お参りをする部屋があるんですが、そこへ行くとプシャッと向こうを向いて、その霊能者座っちゃってじーっと見てる。そしてやおら髪をこう取りながらね、その罪をほどきながら背中越しに、これ随分重いね、重いんです、こんな重いもんか、いやそんなわけないんですが、冷たいね、冷たいです、こんなもんかい、いやいや冷たくないですよ普段はね。じっと二人はその霊の人の背中を見ていると、ガタ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 その背中が震えてくる。何事かと思ったんです。そのうちに霊の人がって後ろを振ってみた。何ですか先生。あのなんだ、これはお面じゃないよ、生首だよって言ったって言うんですよね。純ちゃんこれお寺に預けたけどね、もう少し持ってたら俺殺されるとこだったよ。いつかの時代の恨みを持った面なんだろうね、言ってました。